はいどうもみなさん、こんにちは。みきです。さあ、ということで、第4回、車用の3回目になります。この第何回とね、車用の何回目かが1個ずれるというのはちょっとめんどくさいですけれども、今までの内容を簡単に復習していきますね。第1回、さあ、どんな内容だったか。朝、食堂というね、時間と場所が出てきて、で、お母さんが出てきたと。で、お母さんがスープを吸って、あ、 と叫んだとで,でかはよくわからないっていう状況だったと。でそして2回目のところでその後お母様は何事もなかったかのように、ね、また元通りの体勢に戻ってスープを吸い出すと。一言で言ってしまうんだったらすごくこう余裕そうな感じ優雅にねスープを飲んでいるというのがここから浮かんでくるかなと思います。さあでは今日謝用の3回目ですが読みますね。 ひらりという形容はお母様の場合決して誇張ではない。婦人雑誌などに出ているお食事のいただき方などとは点で丸で違っていらっしゃる。弟の直司がいつかお酒を飲みながら姉の私に向かってこういったことがあると。はい。で、まずパッと見た感じ、新しい登場人物出てきますね。弟の直司。そして姉の私。そう、人物関係がやっとこの辺りからね、明確化してきたので、ちょっとその辺りから解説していきましょう、先にね。まず直司、どんな人弟の。 これ、ね、人物の情報を買って波線を僕は引いていてきますで私は姉なんですちょっと私はもう前回出てきたから「丸しなくてもねしてもどっちでもいいと思うんですがそうすると家計図が書けそうですねこう家族の中の人物関係を整理する時は家系図っていうのを頭で意識すると、まあ、試験中にそれを書いてる余裕はないと思うんですが、まあ、今回はこれ。 ね、初めの、ね、段階なわけですから是非空いてるスペースに皆さんも書けず書いてみてくださいできれば自分で想像して今書いてみるその後に僕が書いたものを見て合ってるか確認すると、はいまあ、お母さんがまずいたのは前回確認済みお父さんはいやちょっと今回は出てきてないですねとねこう結婚関係を分かって二重線で分かって表すでこう言ってえー 弟が直なんで、なおじ、かっこ弟。で、そして、私がかっこ姉という、こういうことね。はい。さあ、もうちょっと補足しておきましょう。この私って、この文章を書いた人と一致しますかっていう、ちょっと書き手の話をしたいと思うんですね。はい。ということで、ちょっと早いですが、早速、ポイントの3つ目いっちゃいます。字の文における私。 そう字の分離も私が出てきたでしょ。これの扱い方って結構難しいんですよ。これは言ってしまえば視点っていうお話なんですね。小説において視点っていうのは非常に大事。誰の視点で書いたか。でまず視点っていうのは2つありまして、おにゃらら視点で二2つあるんです。覚えてください。1つ目が一人称視点。もう1個が三人称視点。まあ二人称視点っていうのもあるんですがあんま出てこないので。で一応ね、 あの別の言い方があって一人称視点っていうのは主人公の視点から書きましたっていうやつなんですねなんで主人公視点で三人称視点っていうのは全知視点全てを知っている視点なんてねいう言い方をすることもありますけれども私っていう言い方は絶対出てこないんですよつまり神の視点で書いてるので登場人物全員をちゃんと名前で呼ぶんです 誰々さんはこういうことをした誰々さんはこういうことをしたに対して一人称視点っていうのは主人公の立場で書くので自分のことは私、ね、そういうふうに書いていくでこの時に注意しなきゃいけないのがこの一人称視点の時そこに出てくるこの私っていうのがイコール文章を書いた作者だとは限らないということでちなみに今回のこの文章の作者って誰ですかもちろんん皆さんご存知、ダザイオさん ですよねでも今回この「私」って姉ですよね。ね。私っていう言い方だけだったら男の可能性も全然ありますよ。私自分ごと私っていう男の子いますからね、うん。でも姉って書いてあるから明らかに女性なんです。ってことはこれ「太宰治」ではない。なので少しややこしいんですけれども太宰治が「私」っていう人物を架空の人物として設定したんです。そそしてその私に この文章を語らせてるんですねっていうのが少しねこのまあ文章のね分かりにくいところになってくるのかなと思いますちなみにですね私イコール作者ってなるケースも当然あります でそうなるケースっていうのはどんなケースなのかっていうと例えばまあ皆さん書いたことあるんじゃないですか日記ね僕は昔ねもうほんと小学生の頃からずっとブログやってていやもう小,4小5かな小5の頃から、ね、ホームページにこう普通に日記書いてて小6からブログ始めて中,中学生の頃はやってなかったかな高校生に入ってまたブログね始めてね大学生にもなってブログやっててそうだから僕結構日記マニアなんですよね。 小学校の頃もね、週に2回ぐらい日記書いてて、その日記文化の、ね、学校だったんで。はい。で、あとは、詩小説って言って、自分のこれまでの人生とかっていうのを小説にしました、みたいな形式になると、そこに出てくる私っていうのはイコール作者になると。ね、こういうことも知っておくといいんじゃないですか。ということで、ぜひね、この視点って観点を押さえていただいて、今回は一人称視点。そして私は作者ではないです。架空の人物として私が出てきている。そのパターンだ。 で認識できるようにね。そしてじゃあそれ以外のポイントを説明していきますが、まずに、ね、ひらりなんでここでカタカナなのかって皆さん思いませんでしたか？ひらりって言葉が一番最初に出てきたのはおそらくこの第2回1回目は出てこなかったもんね。社用の2回目のところでひらりひらがな。 ひひらりひらりがなここのひらりは単なる説明として、ね、ひらりとこの飲んでますひらりと滑り込ませてますっていう、ね、描写として出てきててここを読んだ時はみんなはああひらり感みたいな感じだけどここでカタカナでひらりって出てくるとおーってなるんだよねそう。つまりこのカタカナで書いたひらりどんな働きがありますかってなった時にまあ強調だよね。でこういうのをしっかりとね意識してほしいんですよ。 わかりますなんでこうカタカナで表記したんだろうっていうその表現の意図そういうふうに表現しなければいけない必然性は何なのか何で必ずしもそうあるべきか何でカタカナにしなければいけなかったのか考えてください必ず一つ一つの表現には意意味とか意図があります何も考えずに「ああそういう表現になっちゃった」ってことはなくてねたまたまそうなっちゃったではなくて意味があるんです。 たまたまカタカナに変換されちゃったとかねパソコンで打ってればそういうことあるかもしれないけれども原稿用紙にこうやってね昔の文豪さんは書いてるわけですから意味があるんですここで改めてひらりっていうのを強調してるんですよ。これまで述べてきたこの「ひらり」っていうその形容言い方はお母様の場合あそうそうそう形容って言い方ねぜひ皆さん辞書を引いてみてください。物の姿姿や性質などをなどいいいろろ言言葉例えを使って言い表すこと顔形よ姿様子ありさ、ま基本 この1つ目の意味で使うことが多くて何かをこう言い表すことです。ひらりという言い表し方はひらりという表現はみたいな感じで理解すればいいとねでこんなうにこうに辞書で引いて調べた時にそれを見て自分なりにこの言葉をね一言で言い換えられるようになるといいですね。我々予備校講師ってそういう頭の使い方するんですよ。こ皆さんに分かりやすく教えたいので形容っていうのはこれ一言で言うと表現ってことだよって。 とか、言い表し方ってことなんだよってこうね一言でこう、ね、言い換えてああなるほどねって生徒を感動させるのは僕らは大好きけど皆さん自分でこれやってみてください力つきますよ誇張じゃないんです。本当にひらりって感じるお母様は飲んでるんですよですゃああと今日のポイント最後になりますが婦人雑誌のように出てくるお食事の頂き方などとは点でまるで違うってこんなね違うって表現是非今後注目していってくださいここに書きました 違うっていうのは才の表現ねそうだよね差があって異なるこういうのが出てきたら対比対比っていうのは反対のものを比べることこれはねぜひ意識してください実は具体的にいきますと今回違うって何と何が違うんだとここにとはって表現がありますよね婦人雑誌など出てくる食事のいただき方とは違うんです何がお母様のいただき方がですよねはいなのでしっかりとここはね補ってほしくて省略されてるんで 母の頂き方は、婦人雑誌に出てくる食事の頂き方と違うっていう、ここの対比になってんだよ。ね。母と婦人雑誌。っていうふうに、まず対比が出てきたら、何と何が違うのか。まあ、歳の時ですね。何と何が違うのか。これ、対比項目って呼んでます。覚えてください、言い方。で、そしてどう違うのか。うん。頂き方が違うっていうふうに言ってるんだけど、どう違うのって話。 ここまでで整理したいんですで。今日はねそうこれ違うって出てきたけどこれどう違うのかはこの段階では分かんないですね。うん、けどなんとなく推測できることがあってちょっとじゃあここら辺に書いてみましょうか。用意し おそらくこれは僕の予想なので当たってるかはわからないんですがお母様ってこうやって尊敬語を使ってるわけでしょひらりっていう方はう本当に誇張ではない大げさじゃなくて本当にひらりなんだって言ってるつまりお母様の頂き方っていうのはプラスかマイナスかで言えばまあプラスのはずで逆に婦人雑誌とはもう点で丸で違うんだ、ね、点で丸でも全く違うってことは婦人雑誌のでの頂き方って なっていうまあ多分このぐらいは推測できるんだがこれが具体的にどういうことなのかっていうのはちょっとまだピンと来ない、まあ、お母さんはひらりとこうね優雅に余裕そうにっていうのは分かるんだけどじゃあ婦人雑誌はそうじゃないのかっていうまあなんとなくの推測ができるんだけれどもそれが具体的にどういうことなのかまだピンと来ないから、まあ、ここは今日一番の疑問点として頭に持っていただいてでしっかりとね次回以降どこかで クリアにしていってほしいところになりますさあということで今日はこの3つのポイントそして社用の1回目の時には分からなかった人物関係明確になりました私そうだからあ書き込んでおけますかなのでわかりましたねこの1回目の時の,この髪の毛っていうセリフを言った人は私でしたはいこういったところをしっかり 解消ね。解消あるいは回収していきながら文章を読んでいってほしいなと思います。今回の動画は以上です。お疲れ様でした。